反復説。反復説とは、動物肺の形が受精卵から生体の形へと複雑化することと、自然史における動物の複雑化との間に平行関係を見出したものである。反復説は1824から26年に、エチエンヌセールが提唱したのが最初である。科学史上、エルンスト・ヘッケルの反復説と区別するために、メッケルセールの法則と呼ばれることもある。 反復説とはもともと進化的な視点を伴ったものではなかったが、ダーウィン進化論の影響を受けたヘッケルが1866年にヘッケルの反復説として提唱したものが広く知られるようになった。ヘッケルの反復説は生物発生原則とも言われる。往々にして簡単に個体発生は系統発生を繰り返すという風に言われる。つまり、 ある動物の発生の過程は、その動物の進化の過程を繰り返す形で行われる、というのがこの説の主張である。ここで、個体発生とは、個々の動物の発生過程のことであり、系統発生とは、その動物の進化の過程を意味する表現である。共に、ヘッケルが提唱した言葉。具体的には、彼が1866年にその著書。 一般形態学に記した以下のような文が元である。よく実例に挙げられるのが、哺乳類の発生である。特に、その初期に形成されるエラ列は哺乳類では使用される、ことなく、すぐに塞がってしまうから、哺乳類が魚類を経て進化した証拠であり、その時期の肺は、魚類の段階の姿である、と主張される。また、エラ列の形成死示の形成エラ列が塞がる。 という順番は、無学類のエラ形成魚類の体比例獲得、両生類のエラ消失の順番と対応しているされる。また、様々な無脊椎動物の発生の研究から、妖精の形態が大きな分類群ごとに共通である、例も知られてきた。例えば甲殻類は、生体の姿は様々だが、初期の妖精は、ノープリウスのように共通の姿をしている。さらに、 フジツボなど満脚類では生体の構造からはその類縁関係が長らく不明であったものの妖精がノープリウスに近いものであることから甲殻類であることが明らかになったという例もある。つまりフジツボの姿があまりに甲殻類的ではないのは明らかに固着生活への適応であるがそれが比較的新しい適応であってそれ以前の歴史を 他の甲殻類と共有してきたと主張できる。脊椎動物の肺では、親の間よりも類似性が見られ、発生を遡るほど、縁の遠いものでも類似性が見られるようになるという。進化と発生を結びつけたという点で、この説は19世紀当時、斬新な考え方であったと言える。ただし、先行する動物の発生に関する研究において、類似の発想は認められる。 19世紀初頭に比較発生学がその成果を収める中、発生に関する平行仮説というものが挙げられるようになった。これは、動物の発生の過程には、群が異なっても似たような流れが見られること、高等な動物のそれは、下等なもののそれをなぞるように行われる、というものである。フォンイコールベアは、さらにそれを、以下の4原則2をまとめてみせた。これは一般に、 ベイヤの法則と呼ばれる。これらは具体的な内容としてはヘッケルが認めたものと似た発想である。しかしながら、ベーヤは進化を科学的に正しいものだとは考えていなかった上、ヘッケルの反復説を通列に批判した科学者の一人でもある。他には進化論が発表された後に感化を受けたミュラーは1864年に、 甲殻類の発生や変態について論じ、進化は先祖の発生をたどり、その先へ進むか途中で別方向へ進むかの形で行われるとした。その上で、前者の場合、発生は先祖の進化の経譜を反復し、後者の場合、王道までの部分を繰り返すと、ほぼ反復説と同内容のことを述べている。しかし、ヘッケルの反復説が19世紀当時、 大きな注目、指示を集めたのは、個体発生と系統発生の間にあった多くの観察事例とその傾向を非常にシンプルに説明するように見えたからであると得られている。ヘッケルは、最も初期段階の発生までもが進化の過程をなぞるものであると考えた。すなわち、受精卵は単細胞段階を表すものと考え、卵葛によって細胞が増え、放廃から 幻聴管入によって消化管が作られる過程を多細胞動物の進化の過程であるとみなし、これによって多細胞動物の進化の道筋を明らかにしようとした。動物の系統に関する彼の考えはブラステア説と呼ばれ、長らく正当的な定説の位置にあった。以上、この説は主として解剖学的な構造をもとに唱えられたが、後に 生理学的な分野でも類例が発見された。例えば、動物は一般に、大社の過程で、タンパク質の分解産物として、アンモニアを生じ、これを排出するが、アンモニアは、水溶性のため、水に溶けた形で排出せねばならない。陸上生活では、水は貴重であるから、これを避ける適用として、両生類ではアンモニアから尿素を合成し、体内で蓄積して排出する。 さらに、爬虫類、蝶類では不要性の尿酸とすることで水分の排出量を大きく減少させた。ところが、蝶類の肺は、アンモニアや尿素を排出していることが分かった。鶏の場合、最初期にはアンモニアを排出し、その量は4日目頃が最高となる。しかし3日目頃より、尿素の合成が始まり、そのピークは10日目頃になる。 さらに遅れて後から7日目頃より、尿酸の合成が始まり、12日目頃以降は、これが主体となる。つまり、発生の過程で排出物の種類も、進化の過程をたどるように変化していることが分かっている。逆の例が、アフリカツメガエルで、このカエルは、一生果てを水中生活で過ごし、生体もアンモニアを排出している。ところが、 変態直後には一時的に尿素を排出する。これも、このカエルが陸上生活の祖先を持つもので、現在の水中生活が二次的なものと考えると説明がつく。ヘッケルの反復説は数々の点で批判の対象となってきた仮説でもある。まずヘッケルは反復が動物発生に見られるのは系統発生が、 個体発生の直接原因であるためとしていたが、これに対する批判があった。現在の生物学では、資金要因と究極要因という因果関係の概念的区別がなされているが、当時はこういった考え方は一般的ではなく、むしろ反復説に対する批判を通してこういった概念の区別がなされるようになったとされる。また、ヘッケルは自身の反復説の法則性を 重要視するあまり、自説に合わない、観察事例をすべて例外と位置づけて停止したことも、当時の研究者の批判を浴びることにつながった。他にも、彼は、自己の考えを強調するために図を愛曲したり、彼が進化の中間型として発表した、微生物が偽物だったりと捏像があったことが指摘されており、彼の科学データの信用性を損なうこととなってしまった。でも、 個体発生は、系統発生の反復はしないが、発生の初期ほど、進化的により古い形質が現れる傾向にある、といった考えは根強く、フォンイコール、ベアやヘッケルと似た発想を支持する研究報告は、少なくない。一方で、発生者時計モデルという新しい仮説も出されているが、研究者間で、共通見解に到達していないのも事実であり、 ヘッケル以来大きな進展のない分野でもある。ヘッケルの反復説の社会的影響は、ダーウィニズムと同様、極快に近い形で、社会的広がりを見せた。例えば子供は大人に比べて進化的に前の段階で、あるとか、いわゆる原始的種族は、進化の段階が低い状態にあるといった拡張が行われ、ナチスドイツをはじめとするレイシズムに利用されることも、あった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。